今日はニューヨークのチェルシーにある大西ギャラリーというところに来てます。今日本の小畑雄二氏の個展が開かれています。英名はコンテンポラリーアリタポーセリン小畑雄二。入り口には小畑氏の代表作である桜の花瓶が飾ってあります。とても繊細で綺麗なピンク、小畑ピンクを使った満開の桜が描かれています。左に目を移しますと全く違った大作の花瓶が飾ってあります。小畑氏は今回のニューヨークデビューのために全く新しいモチーフを使うことを決めました。海の魚たちです。多くの魚を白磁の曲面に繊細に、そして生き生きと描いています。こちらは珍しいタコを描いた花瓶です。フグもいます。今回小畑氏は本来の伝統工芸の作風を乗り越えて少々デフォルメした形の作品を作っています。そしてその上にはみ出すように魚の絵が描かれています。壁に目をやると、もう一つ新しい試みがなされています。陶板を割って、その面白い形の破片を白磁のキャンバスにして、魚を描いています。非常に繊細な描き方をしています。グイの実も数多く持ってきました。魚や桜の花を非常に繊細に描いた作品になっています。ランプシェードも新しく作りました。今回私は伝統工芸的な作り方である桜の作品と先ほど見せした魚の作品を両方持ってきています。
非常に面白い対比が見られます。昨年から初めて参加したザ・美術骨董ショーからお花をいただいております。こちらの作品もかなりデフォルメして波のような絵をそのまま残して白磁を作り、その上に生き生きとしたカジキマグロが描かれています。こちらは波と魚の作品です。じゃあどうも、はい、桜の作品も描いています。大畑さんです。俺の動画ですか。アフリカの海、アフリカの海、アフリカの。こちらは陶板を伸ばしてそのまま端を切らず自然の割れ目を残した作品です。入り口の外にも作品が一つあります。これも非常に緻密に魚が描かれています。有田では普通分業制が一般的になっていますけれども、ろくろを回すところから絵付けをするところまで小畑氏は全部自分でされます。その技術で新しい形のトライアルをしたり、新しい絵をチャレンジしたりということができるんです。ユークリエーションとともに有田に新しい風を、そして日本の文化を世界に羽ばたかせようという試みで、まずはニューヨークデビューいたしました。これからも世界に向かってさらに羽ばたいていきたいと思っています。小畑雄二へのご支援、皆様ぜひよろしくお願いいたします。